どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。突然なんだが霊夢、ダンスの練習に付き合ってくれないか？本当に突然ね。どうして急にダンスなんてやろうと思ったの？それが、たまたまダンス動画を見て、自分でもできるんじゃないかって思って踊ってみたくなったんだ。でもダンスを見たからって踊れるようになるわけじゃないわよ。それはもちろんわかっているんだぜ。でもやればできるようになるかもしれないだろ。だから付き合ってくれないか？付き合うのはいいけど、一体どんなダンスを踊るつもりなの？動画を見せると、これなんだぜ。これって、ただ単に音楽に乗って体をゆらゆらさせてるだけじゃない。リズムに乗ってるだけでダンスとは言わないわ。そうなのか？これも立派なダンスじゃないか。ほら、サタデーナイトフィーバー的な。あの映画だってちゃんと踊ってるでしょ。もう、そんな魔理沙には、ダンスが関係する、とある事件を紹介してあげるわ。それを聞いて頭を冷やすといいわ。どんな事件なんだぜ？勘違いが引き起こした、とてつもなく凄惨な事件よ。ぜひ聞かせてほしいんだぜ。それじゃあ今回は東洋ボール事件について紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。2005年5月13日、午前1時頃、被害者である18歳の少年は仲間たちとダンスの練習をしていたわ。その場所が、東京都大田区にあった東洋ボールというボーリング場の駐車場なの。だから東洋ボール事件と呼ばれているわ。なるほど。事件名の由来はボーリング場だったわけか。ええ。さっきも言った通り、被害者の少年は仲間たちと駐車場でダンスの練習をしていただけ。そこへ、20数名もの暴走族グループが突如として現れ、少年と仲間たちを襲撃し始めたわ。仲間たちはなんとか車に乗って逃げることができたけれど、被害者の少年はその時パニックに陥ってしまい、車のハンドル操作を誤り、縁石に乗り上げて停止してしまったわ。確かに、いきなりそんな集団が現れて襲撃されたらパニックにもなるよな。その後、少年はどうしたんだ？停止した車をいわゆる半グレと呼ばれる集団が取り囲み、鉄パイプや金属バットでフロントガラスを破壊、そのまま少年を外へと引きずり出したわ。その後、駐車場内で顔を踏みつけるなどの殴る蹴るの暴行を加え始めたの。金属バットを使って暴行をしたという証言も得られているわ。その後、マグライトで頭部を殴打。今度は車の荷台に無理やり詰め込んで移動したの。一体どこへ移動したって言うんだ？というか、そもそも、その少年と暴走族グループに何か接点はあったのか？じゃなきゃ、こんなことしないだろう。そこには後から詳しく触れていくけど、現時点で言えるのは、被害者の少年と暴走族グループは何の関係もないわ。何の関係もないのに、そんなことをされたっていうのか？まあまあ、落ち着いて、順を追って話していくわ。移動した先は空き地だったの。空き地でまたもや引きずり下ろされた少年は、勘弁してくださいと懇願したわ。でも周囲を囲む暴走族たちはその要求を飲まなかったの。そりゃそうだろうな。そこで素直に逃がしていたら、そもそもそんなことはやってないだろうしな。それにしてもひどい奴らだぜ。ここからちょっと生々しい話になってくるわ。懇願したけど許されなかった少年は、路面に頭部を強打されたり、凶器で顔面を殴る。至近距離でヤガンを発射されたり、頭髪はライターで焼かれたわ。他にも舌をハサミで切るなどの暴行を加えたの。かなり気分が悪くなる話だな。それに舌をハサミで切るだって？その少年が何をしたって言うんだ。何の関係もない少年にそんなことまでしたのか。1時間半にも及ぶ暴行を受けた少年は、とうとう動かなくなってしまうの。そして少年は再び荷台に詰め込まれ、総合病院の関連施設である看護師寮の前に、まるでゴミでも捨てるかのように置き去りにされたわ。それをたまたま通りかかったタクシーの運転手が発見して、緊急で病院へ搬送されたの。それで、少年は助かったのか？それともやっぱり。懸命な治療が行われたけれど、蜘蛛膜下出血、脳挫傷を併発していて、残念ながら少年は帰らぬ人となってしまったわ。被害者の少年は、放置された現場で意識がないにもかかわらず、大きないびきをかいていたそうなの。これは頭蓋内出血により、脳内が圧迫されている状態だそうよ。もし、寮の前に放置なんてされなければ助かっていた命だったのかもしれないわ。蜘蛛膜下出血に脳挫傷、それに頭蓋内出血って、頭を中心に相当殴られたってことだろう？ということは、人相もわからなくなるくらいだったんじゃないか？ええ、その通りよ。被害者少年の父親が自分の息子と面会した時、あまりにも変わり果てた姿で、父親は被害者少年であるかどうか聞かれてもわからないとしか答えられなかったそうよ。それだけ顔の形も頭の形も変形するくらいの暴行が行われたということでしょうね。ご家族の心境は計り知れないものだろうな。亡くなったことすら受け入れがたいのに、それが自分の息子かどうかさえもわからないほどの状態になっているだなんて。少年は暴走族のメンバーでもなかったし、対立しているようなグループに属しているわけでもなかった。全くの無関係の少年の命が奪われてしまったの。
ちなみにこの被害少年の将来の夢は寿司職人だったそうよ。これが、事件の大筋といったところかしら。次は、そもそも、なんでこんな事件が起こってしまったのかについて解説していくわ。よろしく頼むんだぜ。さっきも言ったけれど、被害少年と暴走族は無関係で接点は一つもなかったわ。それがどうして殺害されるに至ったかなんだけれど、それは単なる人違いだったの。人違い？人違いで殺されてしまったっていうのか？ええ、そうなの。この暴走族は地元の集団で、ブラックエンペラー、マッドスペシャルといった暴走族が中心となっている関東連合という組織なの。事件が起きた2000年代には地下組織として一定の地位を保ち、ヤクザとも単なる暴走族とも違うけど非道な行為を行う、いわゆる半グレと呼ばれる集団よ。関東連合って言えば、聞いたことがあるぞ。確か歌舞伎役者の市川海老蔵さんを襲撃したのが関東連合じゃなかったか？その通りよ。そのあたりについては、この後また少し触れていくわ。そしてヤクザでも単なる暴走族でもない集団である関東連合には、敵対するグループがあったの。それが全教連という暴走族グループよ。全教連はフィフティーズアメリカンスタイルというおしゃれな不良と銘打っていて、前世紀には全国に何千人規模でメンバーが存在したわ。被害少年はその全教連のメンバーと間違われて襲撃されてしまったの。本当に全くの人違いで被害に遭って殺害されてしまったんだな。何をもってして全教連のメンバーとみなしたのかわからないが、そんな抗争に巻き込まれて命を落とした被害少年が不憫でならないぜ。全くもってそうね。ダンスの練習をするのに友人たち複数人と一緒にいたから、全教連の奴らがたむろしていると思われたのかもしれないけれど、彼らがその場で何をしていたかなんて、パッと見れば一目瞭然だわ。少なくとも彼らが武器を手にしていたことなんてないし、誰かに暴行を働いていたわけでもない。それでも関東連合のメンバーは全教連のメンバーだと思って襲撃したということね。頭の出来が違うからわからないが、関東連合のメンバーっていうのは、家庭環境に何らかの問題でもあって、そうなってしまったのか？いえ、それが違うの。関東連合を名乗っていたグループ群というのは、新宿や世田谷在住といった、一般的あるいは比較的裕福な家庭に生まれ育った少年が多かったそうだわ。だから、そういった家庭環境の下で、どうしてこうなってしまったのかはわからないというのが正直なところだそうよ。そうだな。そんな家庭で育てば、もっと違う人間になれただろうし、違う人生を歩めたかもしれないのにな。そうかもしれないわね。関東連合の詳細に戻るわね。関東連合の始まりは1970年代に世田谷や杉並の暴走族が集まったアウトロー組織だったの。1980年代から1990年には、その活動はほとんど休止状態だったんだけれど、名前だけは有名な半ば伝説的な連合組織だったそうよ。1990年代になると、再度暴走族が集結して関東連合を名乗るようになったわ。そして、当時勢力を伸ばしていたチーマーたちとの抗争が行われるようになったの。もともとはチーマーと抗争を繰り返していたんだな。ええ。だけど、そんなチーマーたちや多数の暴走族を従えて、頂点のグループへと成長を遂げたわ。その後は各チームやイベントサークルのケツ持ち。つまり、暴力団やヤクザが焦点などを庇護下に置き、その対価を得るといった行為をするようになり、後ろ盾を得ることになるの。そうして金銭的な収入源を得たというわけね。またそれらのイベントや企業を結びつけて、企業界発展させると、単なる不良少年の集団からヤクザに匹敵する半グレ集団へと変貌を遂げていったわ。関東連合と暴力団は違うんだよな。ええ、違うものよ。他の暴走族が暴力団や構成員になって後ろ盾を得る中で、関東連合だけは暴力団と距離を置き、時には全面的に対立していたこともあったそうだわ。六本木では暴力団と全面的対立した組織として有名だったそうよ。関東連合と聞くと霊の組系のものと思ってしまうが、全然別物だったんだな。ええ、そうね。これが関東連合に関する大筋の解説よ。大体わかったかしら？ああ、よくわかったんだぜ。次は、今回の事件の首謀者について紹介していくわ。それが知りたかったんだぜ。今回の襲撃と殺害の主犯格は石本太一、当時18歳だったわ。その他に、柴田大輔、伊藤理音が中心となり、16歳から26歳までの不良少年たちが暴行に加わったの。その数は総勢20名以上、その中でも直接リンチに関わったのは14名だったそうだわ。そんな人数で一人の少年をリンチしたっていうのか、ひどすぎる話だ。そして主犯格である石本太一についてだけど、彼は10代のほとんどを少年院で過ごしたそうだわ。それが家庭環境のせいなのか、もともとそういう性格で暴力的だったからなのかはわからないけれど、事件に関わることとなった伊藤理音をこちらの道へ引き入れたのも石本だという話だわ。また石本は当時18歳だと言ったけれど、この事件の残虐性から、
少年法で保護するかどうかといった議論が交わされたそうね。これはメディアでも大きく取り上げられたわ。こういう事件は少年保護法があったとしても、実名や顔写真の公開はしてもいいと思うぜ。結果として殺人を犯しているわけだしな。メディアも同じ考えだったようで。これを取り上げた多くのメディアは石本の実名報道に踏み切ったわ。だけど、実名報道されたのは石本太一、柴田大輔、伊藤理音の3人だけで。あとは少年法に守られて実名や顔写真が報道されることはなかったの。ちなみに柴田と伊藤だけれど、彼らも石本と同じく少年院で過ごした過去があるようね。生粋の悪って感じだったのかもしれないな。次に紹介するのは、犯行時に使われた車と、その所有者についてよ。これはメディアで大々的に取り上げられ、この東洋ボール事件という言葉をさらに有名にした騒動でもあったの。一体何があったんだ？それが、女優としても有名な三田佳子さんの次男が、この東洋ボール事件に関わっていたのではないかということよ。急にどうしてそんな疑惑が向けられたんだ？犯行現場にあった車が三田佳子さん名義であることが分かったの。そして当時それを運転していたのは次男の高橋祐也だったそうよ。ただ、高橋が関東連合に属していたかどうかは不明で、連合自体からは駒遣いのような扱いを受けていたそうなの。それで、車もその時貸し出したものだとの証言があるわ。ただ、高橋には高校生の時に覚醒剤取締法違反での逮捕歴があって、その後も覚醒剤絡みでの逮捕が続いているわ。でもだからといって、リンチに加わっていたという証拠はないし、実際に駒遣いだったのは事実みたいだから、どちらかというとただ単に車を貸し出しただけ、という線が強いということだそうよ。だけど、あの三田佳子さんの息子なんだよな。それはメディアが大騒ぎしても仕方のないことだと思うぜ。ただ、その件に関して三田佳子さん本人は、事件同年の8月16日に緊急会見を開き、車は何者かによって持ち出された。息子である祐也はこの事件と関係がないと必死にアピールしていたそうよ。でも結局、その後の警察の調べで、高橋が関東連合に車を貸し出していたのは事実であるということが明らかになったの。これで高橋と関東連合は完全に繋がったことになるわ。結局そうなっちゃったのか。まあ、火のないところに煙は立たないというしな。それから、事件後の10月25日には、高橋は自宅の地下室で覚醒剤パーティーを開き、未成年を含む高橋の友人3名と女性1名が逮捕されることとなっているわ。三田佳子さんは高校生の頃から高橋に対し、1日35万という金額のお小遣いをあげていたそうだから、三田さんの教育の甘さがメディアによって言及されることとなり、三田さん自身もそれを受けて、1年間の活動自粛をしているわ。ここからは犯人たちのその後と遺族が起こした行動について紹介していくわ。よろしく頼むんだぜ。主犯格である石本には、逮捕後、傷害致死の判決が下されているわ。そして、特別少年院に送検されたものの、服役期間はたった2年ほどだったらしいわ。それから、柴田、伊藤もそれぞれ少年院に送られることとなったけれど、これも結局服役は2年程度で出てきているの。関東連合やその他の暴走族とは何の関係もなかった少年が一人、殺されているのに、たったそれだけの刑期で出所してきたっていうのか？少年法というのは、当時はそういうものだったのかもしれないわね。今では成人年齢の引き下げや少年法の改正があったから、今の時代ならどうだったかわからないけれど、それから被害者の父親は、今回の事件に関わった23名に対して、一律500万円という損害賠償請求を起こしているわ。しかしながら、ほとんどの加害者は、出所したら支払う、加害者の親が息子が出所したら支払わせるなど、曖昧な回答ばかりで、話にならなかったそうよ。ここまで来て、まだそんなことを言っているのか。自分たちが何をしたか自覚がないんだな。そんな中、伊藤理音だけは、請求後すぐに500万を支払い、被害者の家族に謝罪をしているわ。それに対して父親は、伊藤だけは筋が通った悪としているわね。もう一人も500万は支払ったようだけど、謝罪はなく。その他の後、6人については200万程度しか支払わなかったそうよ。それも親のお金でね。もちろん、父親はお金が欲しくて損害賠償請求をしたわけじゃないわ。父親としては、加害者たちの誠意が見たかったところなんでしょうけど、結果として、このように曖昧で、うやむやな形になってしまったことは、非常に残念だと感じるわね。確かにそうだな。推し量れん気持ちがあっただろうに、それすらも踏みにじるだなんて、どうかしていると思うんだぜ。それからもう一つ悲しい事件があったわ。東洋ボール事件の後、少年の死にショックを受けた友人女性が、精神を病んでしまったそうなの。そして、2001年7月30日、オーストリアのウィーンにて、精神分裂症の男性と共にドナウ川に身を投げて自殺を図ったそうよ。ただそれ以降の話はないようだから、助かったのか、それとも。
っていうところはわからないままね。でも悲しい事件の一つであることは確かだと思うわ。この事件の余波が及んでいるじゃないか。2010年の市川海老蔵さん襲撃事件をきっかけに、警察組織の組織犯罪対策課、いわゆる組対や丸棒という管轄に関東連合専従班が設置されることとなったわ。暴力団組織による組織的な犯罪行為や、銃器の密売、外国人犯罪について捜査を行う部署ということね。そして2012年に発生した六本木クラブ襲撃事件で、今回の事件の首謀者であった石本太一が再び首謀者として逮捕されているわ。初審での判決は懲役23年だったのだけれど、直接的な犯行には及んでいないとして、共謀罪で懲役11年の判決が下ったそうよ。一度犯罪を犯した奴は同じことを繰り返すって言うけど、石本も例に漏れずってところだったんだな。そのようね。それから2013年、警視庁によると関東連合は暴力団と同程度の組織力などはないものの、構成メンバーが常習的に不法な行為をしているグループとして定義し、準暴力団としての位置づけを行い、警察庁の号令に基づく実態解明などがなされていて、現段階では警視庁の方で OB の動向を確認しているとしつつも、その勢力は衰退しているようね。その方が治安のためにいいことだ。こういう奴らは野放しにしておいてはいけないと私は思うぞ。ということで、ここまで東洋ボール事件について解説してきたけど、どうだった？マリサ、なかなかすごい事件だったぜ。ここまで凄惨な事件が少年の手によって起こされていたとは知らなかった。被害少年はそれはそれは辛い思いをして息を引き取ったんだろうな。そして、自分の息子の顔を見てもわからないとしか答えようのなかった父親の気持ちを鑑みると、リンチをした少年たちにはもっと重い刑罰があってもよかったんではないかと思ってしまったぜ。そうね。関東連合の動きは今のところ、解散したとも、実情はわかっていないともされているけれど、この事件に限らずだけど、決して風化させてはいけない事件だと思うわ。実際の殺人事件で言うと、その7割が家庭内で起きているという統計も出ているらしいけど、外は外で怖いわよね。昨今では暴走族じゃなくて珍相談なんて呼び方に変わって、人口も減ってきているらしいが、怖いものは怖いよな。亡くなった被害少年のご冥福をお祈りするんだぜ。マリサ、さっきダンスの練習に行くとか言ってなかった？それだったら事件の解説も終わったし付き合うわよ。いや、遠慮しておくんだぜ。霊夢の話を聞いていたら、なんだか怖くなってきてしまったんだ。もし襲われたらどうするとか。襲われるって、どうせあなた、私の神社で練習するつもりだったんでしょ？あそこなら妖怪しか襲ってこないから大丈夫よ。それはそれで対処できなくて困るんだぜ。やっぱり私はサタデーナイトフィーバーを見ながら家で練習するぜ。まあ、それならいいけど、あまりドタバタしないでよね。というわけで今回は東洋ボール事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。